30代女性、ダティコさんです。横田先生、こんにちは。いつも楽しく動画を拝見しています。私は結婚7年目の31歳の女です。あ、この相談だ。あのね、この相談皆さんが覚悟して聞いてくださいね。<laughs> 31歳の、えー、結婚7年目、複数の不定行為を理由に夫から離婚したいと言われました。 つまりこのダティコさんが複数の不貞行為をしたわけですねでその結果旦那からですね離婚したいと言われてると3月に弁護士も立てられ5月ごろに離婚調停をする予定ですああはい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 もし岡田先生だったらどういう作戦を立てて調停に臨みますか私の条件としては離婚は OK そして婚姻費用をもらい年金分割と財産分与をしてもらうということです加えて私は精神疾患がありフルタイムで働くことが難しいので 夫から不要的財産分与月に15万円もらいたいと思ってます自分でまいた種とはいえ現在は不定行為を理由に婚姻費用ももらえずお金に困っています少しでも得して離婚したいのでアドバイスをいただけると幸いですよろしくお願いします」と。 はい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 みんな怒ってるね。も、う、わ、ん、かるわかるわかる。怒ってるのはわかるんですけども、すいません、あのね、僕の立場はね、基本的には相談者の味方なんですよ。これはもうまあ僕はサイコパスだからわかんないんですけども、どういうふうに思うかどうかというよりは、自分を頼ってきた人に対して優しくするというかですね、その人のために何か考えるというのが僕の立場なので、一応それの前提であの聞いてください。これね、あのみんな今、婚姻費用とか財産分与というふうなことで、ちょっとカチンと 実はこれね離婚でねすごくよくある話なんですよっていうのは離婚裁判って僕らが思ってるよりはるかに 稼ぐ側の人に不利だから、旦那が稼いでる場合は旦那に不利奥さんが稼いでる場合は奥さんに不利っていうふうにできてるんですよねまあ、ダティコさんへのアドバイスとしてはそういう本があります損する結婚、儲かる離婚って本があるんですよで、僕ね、あのそれ買って読んだんですけどもその本をですね、読んでくださいもう、ダティコさんそれで、この本はですね、実はだから結婚するなっていう本なんですね結論から言うと 離婚っていうのはまず、例えば片っぽが浮気してたら、絶対に浮気してる奴が悪いんだから、遺者料なんか払わなくていいに違いないとか、財産分与なんかしなくていいに違いないと、普通の人は考えたけど、そんなことないよっていう、そういう本なんですね。男性が書いた本なので、結婚したら男はこんなに損をする。そして離婚するときにもっと損をするっていう <laughs>、なかなかエグい本なんですよ。だからダティコさんはですね、この本を読んだら、取れる限りの嫌がらせるが大体書いてあるんです、ね。こういう風にしたら、 女性側が儲かるという方法を大体書いてるんですが、それを読むのがですね一番いいと思います。まあ、僕に相談するよりは。ちょっとこれあのこの間から読み始めたんですけども、藤沢和樹さんっていうですね恋愛工学っていうのをですね唱えてる人ですね。ホルモンとかがすごいハマってる人。 その人が書いた「損する結婚儲かる離婚」という本が「えー、新潮新書から出ましたこれあの結婚本ではなっていうのを金融制度として見た金融商品という言い方ですかいわゆる債券とかそういうのと同じようにですね株とかと同じように金融商品として見た時に結婚というのはどういうシステムなのかというのを 論じた本で,です、ね、もうタイトルの「損する結婚儲かる離婚」というのから分かるようにですね結婚してる人はできるだけ早く離婚した方がいいよねと離婚した人はなんか離婚で大変だって言ってんだけどもとにかく離婚したことによってあなた,にあなたは儲かってんだから良かったよねっていうのは極端に言っちゃえばそういう本なんですよ別に結婚制度を否定するんでもなくてでそれは不利なな条件でマンンションを買ううののと似たたようなものって考えたですか。だからそのマンションに満足していれば全く問題ないんですよ。 この損する結婚もうかる離婚の中で書かれてる結婚に対する考え方というのはその結婚に関して満足していい。ば全く問題がないと自分が住むつもりで一生住むつもりで買った物件がそこがです、ね、土地の値段が下がろうが物件価値が転売価値が下がろうが関係ないじゃないですか。 自分が面白いと思った本は、別に評論家の評判とかですね。アマゾンの古書価格がいくらになると関係ない。それに関して嫌だと思うのは、その本を転売しようとしている人とかが考えることなんですね。マンションを転売しようとして考える人は、マンションを不動産ではなくて、金融商品として考えるんです。同じように、結婚っていうのを制度ではなく、人間関係で、ではもちろんなく。 金融商品ととして考えたらどううなるのかっていうと最後まで結婚してる人は構わないんだけどもそうじゃなくて結婚によって例えば女の子だったらこういう結婚をして生涯幸せに暮らしたいこれはある程度金融商品の購買と同じように結婚を捉えてるんですね。男性だったら男性だったで嫁もらったらこういういいこともあるしなっていう考え方っていうのはこの人と結婚したいではないので。 やっぱりこれも、金融商品としてて考えてるわけです。そういうふうにして考えると実は結婚っていうのは金融商品としてすごい損であると主な理由はクーリングオフというのかな。どんな不動産物件であろうと何であろうと売る時はある程度自由に売れるしそれが売る時になると条件が急に変わるものは金融商品として価値が すごい低くなるんですけど、その意味で言えば結婚というのは最悪だっていうのがですね、延々書かれてですね、僕まだこの付箋が張ってるところまでしか読んでないんですけども、も本読むのは早い方なんですけども、うここの段階で読むのが嫌になってですね、最後結論部分パラ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 一応紹介するために読んでですね、読んでは見たんですけども、まあこの辺までで十分かなと思いました。まあここまでがダティコさんに対する返事で、ここから先はそれ以外のですね、配信を見てる人のですね、まあ普通の人に対する話なんですけども、やっ やっぱりあの損する。 結婚婚る離婚を読もううとということになるんですね別に僕は著者の本が好きなわけでも何でもなく多分どっちかというと嫌いなタイプなんですけどもこの本だけはですね読んだ時にぶったまげてありゃありありありやああ離婚ってこんなにえげつないことになってんのとこのダティコさん以外にですねもっともっと奥さんが100%悪い1000%悪いというような中でいっぱい載ってるんですねでそれで,もですすねねそそれも結婚していざそういざうう女性とですね。 縁をたとうとしたらこんなに苦しいんだ、こんなにしんどいんだっていうなことがずっと書いてるのでですね。そうですね。今あの藤門が苦しんでるのもこの辺ですよね。<laughs> つまりこれ本当に権利なんですよ法的に保障された権利なのでですね例えば奥さんが何回浮気してその結果離婚しようが結婚した時と同じような経済状況を与えなければいけないことになっちゃってるんでですねもしそれでも別居して現在お金を渡してないんだったらその分の金額とその分の利子をですねちゃんと払えっていうのが裁判所からもあの来ちゃうわけですよねなので皆さんもですねこの本を読んでですねちょっと結婚するというか離婚する時のことをよく考え 考えておいた方がいいよと思ってですねちょっとこの相談を取り上げました <laughs> なかなか怖いですよね40代女性いわゆる,いわゆるさ,され妻っていうのは夫に浮気をされた奥さんのことですね40代女性岡田先生こんにちは私は私いわゆるされ妻です、まあ、そうですよねだって名前がそうなんですかペンネームが、えー、同じ職場で出会い結婚した旦那に育児中に職場不倫されましたおおしかも相手は19歳。 おお再構築を選びましたが、あ、関係の再構築ね、夫との関係の再構築を選びましたが、どうしても気が済まず、夫の小遣いを1万円減らして、私がそれを使うという医者料的なことをして9年経ちました。ほう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 9年前の話ね、サーレズマだったのは、そろそろ元に戻してあげようかと思ってた矢先に、お金欲しさに男の人相手に身売りをしていたことがわかりました <laughs> 旦那すごいね。<laughs> すごいね。主人は口でしただけだとは言いますが分かりません。<laughs> 旦那すごいね。ごめんね大爆笑しちゃった。ちょっとまだ相談続きあるか読みます。離婚するつもりはありませんが。<laughs> すごいねあなたも気持ち悪いのとこれから旦那をどんな風に見ていけばいいのか分かりません岡田先生どうしたらいいですか <laughs> すごいなこれは旦那は、まあ、9年前に浮気してそれもあのあなたが結婚して育児の育休取ってる最中に19歳の女の子と浮気をしたと、まあ、これだけだったら、まあ、女好きだとかですねだらしないとかですねそういう風な浮気なんでしょうけどもでこうもう小遣い1万円減らして毎月1万円減らしてですねそれを自分が使うと医者 量的なことをした9年も続けたのでそろそろ元に戻してあげようかと思ったら今度は旦那が1万円小遣いを減らしたのが理由かどうかわかんないですけど金欲しさに同じ男性相手に売信をしていたとで旦那は口でしていただけだと言うんだけどもよくわかんないとおまけに離婚するつもりはないただ気持ち悪くて旦那をどんな風に見ていけばいい ごめんね、これあの俺、サイコパスだからそう思うのかもわかんないんですけども、旦那とあなたは似たもの夫婦な気がするんですよ。つまり、浮気をしたんだったら、1万円という慰謝料を毎月もらってたら、それなりに気が済んでいたあなたと、お金のためだったら男のものを、 旦那っていうのはお金のためだったら何でもするという同じ地面に立ってるような気がするんで案外お似合いじゃないかなって思うのでですねあななななたは離婚するつもりがいいんじゃないのかな僕やっぱ思ったのはその9年前の出来事でも婚姻喚起を続けて1万円罰金取った今も離婚するつもりはないっていうことは実はなんか案外夫婦としては合ってると。 ただし普通の夫婦ではないので、旦那のことが気持ち悪くて、どんな風に見ていけばいいのかわかんないですよね。面白いパートナーとして見ればよくて。で、おまけに旦那の口でするバイトっていうのはまあ法的に問題があるから許す。いやいや、口でしてるんだったら法的には問題ないのか。 た、うん、りですよ僕が思うのは案外お似合いだから許してもいいいんじゃないのかルームメイトとして面白いバイトをしてるというふうに考えればいいんじゃないのかなというふうに思うんですけどね。